さんこんにちは、フライトクルーズ .com の池上です。本日は航空法第92条操縦練習飛行等ということでお話ししていくんですけれども、こちらの法律なかなか皆さんには馴染みがないかなというところなんですけれども、一般的にスクールであったりクラブ単位でまとめてですね、教官がこれらの申請を行っているので、訓練生の皆さんはなかなか表立ってこういった法律があるということを知らないということもあると思うんですが、とても重要なパートになってきますので、アウトラインの部分をしっかりと学んでいただきたいと思います。まずはじめに航空法第92条操縦練習飛行等ということで、航空機は航空交通管制区または航空交通管制圏において左に掲げる飛行過去極技飛行などを除くを行ってはならないと。ただし国土交通大臣の許可を受けた場合はこの限りではないということで、以下1から3のパートがあるんですけれども、一つずつ見ていくと、1つ目、操縦機の証明を受けていない者が航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行ということで、ポイントとしてはこちら、操縦機の証明を受けていない者ということで、こちらでは自家用操縦士の資格を持っていない操縦練習生の皆さんがこちらに該当するということになります。続いて、操縦技能証明を有する者が当該操縦技能証明について限定された範囲の航空機以外の航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行ということで、ポイントとしては限定された範囲の航空機以外の航空機ということになります。こちらでいうところとしては、例えば飛行機のライセンスを持っている人がヘリコプターの練習をする、もしくは滑空機の免許を持っている方が飛行機の練習をするというような形で、異なる種類の航空機を操縦練習する場合ですね、こういった場合にはこちらの操縦練習の許可が必要になるということになります。3つ目、航空機の姿勢を頻繁に変更する飛行、その他の航空交通の安全を阻害する恐れのある飛行で国土交通省令に定めるものということで、こちらのポイントとしては、航空機の姿勢を頻繁に変更する飛行、その他の航空交通の安全を阻害する恐れのある飛行ということで、こちらのパートでは国土交通省令で定めるということで書かれているので、さらにここを読み進めて見ていきたいと思います。こちら、航空法施行規則の第198条の2、航空交通の安全を阻害する恐れのある飛行ということで、第92条第1項第3号の国土交通省令で定める航空交通の安全を阻害する恐れのある飛行は次の各号に掲げる飛行とするということで、以下1から3の項目になります。1つ目が航空機の姿勢を頻繁に変更する飛行、2つ目が失速を伴う飛行、3つ目が航空機の高度を急激に変更する飛行ということで、この3つがこれらの阻害する恐れのある飛行ということに該当します。とりわけ多くの訓練飛行では失速を伴う飛行の練習、失速の練習というところが行われますので、こういったポイントにも注意していただきたいと思います。ということで、国法第92条の方に再び戻ってくるんですけれども、1から3項目目、これらの項目というのは基本的には法律で認められてない飛行ということになります。ただしということで、スライド中央の部分にありますが、国土交通大臣の許可を受けた場合この限りではないということで、これらの操縦練習をする場合というのは練習飛行の正し書き申請を行って許可を受けた場合ということに該当しますので、これらの申請が実際には行われているということを覚えておいていただきたいと思います。本日は航空法第92条操縦練習飛行等ということでお話ししてきましたけれども、実際のやり方であったり申請の方法というところはスクールやクラブまたは教官、こういった方々が理解されていると思いますが、訓練生の皆さんにおいてはこういった申請のもとに訓練飛行ができているという部分を改めて理解していただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。